ビートルズと日本。今回はビートルズに最も近い日本人女性ジャーナリストとして知られている星香ルミ子さんについて触れていきたいと思います。星香ルミ子とブライアン・エプスタイン。星香ルミ子は1940年9月10日北海道札幌市に生まれ、1961年短期大学卒業後に新興学府出版社新興ミュージックに入社。日本を代表する音楽雑誌ミュージックライフの編集部に配属。1965年25歳の時編集長に就任します。その年の6月、星香は当時絶対に不可能と言われていたビートルズを取材すべくイギリスに飛びました。さまざまなつてを使ってまず EMI 本社を訪問。その紹介でブライアン・エプスタインとの面会を果たしています。しかしエプスタインに会っていきなり単独会見は全て断っていると釘を刺されています。エプスタインが君は何日までイギリスにいるんだいと星香に尋ねた際、星香は取材できるまで帰りません、もしできなければドーバー海峡に飛び込みますと拙い英語で答えましたが、エプスタインからはそうか、でも多分ダメだと思うよと一言のようにあしらわれたと言います。一縷の希望は時間のある限りいつでもオフィスにいらっしゃい、ボーイズが顔を出すこともあるからと言ってもらえたことでした。星香はめげずに日本公演を要望。日本市場の成長ぶりを熱く語る星香の声にエプスタインは真剣に耳を傾けてくれました。ここぞと星香は切り札として日本から持参した正真正銘の関係証付きの日本刀をプレゼントしました。英国は騎士道の世界ですから刀がいいんじゃないかと思って日本刀を持っていきました。それも本物じゃなきゃ意味がないと真剣を一振り。刀を抜いて刃を見た時、ブライアンの目の色が変わったのを私は見逃しませんでした。これで取材の可能性が 96% くらいまで上がったと思いましたと語っています。その頃は黒沢映画で日本刀が登場するシーンなどもあり、世界中で日本刀が知れ渡った時期でもありました。そうしたらブライアンがまた出発日を聞くので16日まではいて、その後ニューヨークに行きます。エルビス・プレスリーやサイモン&ガーファンクルの取材が決まってますのでと返答したと星香は語っています。その結果数日後に奇跡が起こり、日本初の世界でも稀な独占取材が実現することになりました。独占取材。1965年6月15日午後5時、星香ルミ子は日本から持参した和服を着て指定された EMI のレコーディングスタジオを訪問しました。4人は星香の着ている着物に感激し、目を輝かせながらペタペタと触り、日本人はみんないつも着物を着ているの？日本の家は木と紙でできているそうだけど壊れないの？などありったけの知識を動員して質問を浴びせてきたそうです。星香は質問の一つ一つに答えながら日本から持ってきた兜を侍のヘルメットと紹介してプレゼントしました。4人は大喜びでそれを頭の上に乗せて収まっています。しばらくするとジョンが真面目な顔で相撲レスラーや浮世絵について質問し、星香がなぜそんなことを知っているのかと尋ねると、ジョンは美術学校に通っていた頃に友人が日本の写真集を持っていてずっと興味を持っていた、力士の写真を見た時は感動した、日本には独特の文化があるのでぜひ行ってみたいと語っています。ジョンは早ければ美術大学に通い始めた1957年には日本文化に興味を持っていた可能性があることになります。星香は後に4人の中ではジョン・レノンが一人ちょっとひねくれてるようなことを言われてましたけど、全然そういう感じじゃなくて、私が他の3人と話してると初めは離れていて様子を伺いながらだんだん近づいて仲間に入ってくる、彼はすごく用心深いというかちょっと気が小さいところがあってすごく繊細なんだと思いますとジョンの印象を語っています。星香はミュージックライフの読者から預かった4人それぞれへの質問10個をタイプしたものをもとにインタビューしようと思っていたら、オールが見せてごらん、これ全員にそれぞれするの？君の英語だったら明日の朝までかかるから僕に渡してと言って質問帳をメンバーそれぞれに渡して説明してくれたそうです。そうしたらメンバーがいろいろと書き込んでくれ、質問の内容が他愛のないものばかりだったこともあって4人も笑いながらリラックスして答えてくれたそうです。ボールの髪は茶色って書いてありましたけど時々黒く見えるんです、どちらですか？という質問にはボールは足をバタつかせて大爆笑したそうです。すでにビートルズは大スターでしたが全然スターという気取りもなく写真もいつ撮っても構わないとエプスタインに言われたそうです。普通スターってカメラ意識しますよね、そこ撮らないでくれって言うもんですけど全くそれもなく気さくでよく喋るし、年格好を見て私と同じくらいと思ったんでしょうね。
私は会ってみてこの人たちの人柄の良さを感じました。お坊ちゃんでもない普通の少年たちなんですけど、何の狙いもない。正直でしかも清潔感がある。ファンは感覚的ですから、写真を通して分かったんじゃないですか。特に女の子は感覚が鋭いので、と語っています。ユーモアのある質問が良かったのか、始める前は30分と言われてたインタビューが3時間を超えていました。世界的にも人気絶頂のスーパースターを3時間も取材できたことは異例であったと言えます。星川は後に、日本から男性の取材記者が行ってたら多分こうはいかなかった。ベテランのジャーナリストだったらまず会えなかったでしょう。難しいこと聞かれたり、答えられないことを聞かれる恐れもありますから。こういう若い、英語もよくわからない女の子だったから良かったのだと思う。何がこうをそうするかわかりませんね。何事も勇気出してやってみるもんだと思いましたよ、と語っています。その後、1965年8月15日、シェイスタジアム公演開演前の取材でジョンは、今日もブライアンと話し合ったけど、日本行きの件はじっくり考えてみるよ。今じゃ、日本はビートルズの憧れさ、とまで語っています。星川の取材から9ヶ月後、1966年3月4日、ニューミュージカルエクスプレスは、日本公演決定の第一報を報じています。星川の独占取材、パート2。1967年9月25日、ロンドンにいた星川は、朝10時過ぎ、なんとリンゴ自身から電話を受けました。ハロールミ、君がロンドンに来ていることをトニーから聞いて、電話したんだ。非常に驚いている星川に、リンゴはクスクス笑いながら、みんな会いたいと言っているよ。今夜 EMI のスタジオでレコーディングなんだけど来ないか？と友達のような感じで誘ってくれたそうです。午後7時半、星川はアビーロードの EMI のレコーディングスタジオでビートルズと再会します。驚くべきことに、星川はフールオンザヒルのアレンジを4人で決めていく過程に立ち会いながら、映画マジカルミステリーツアーのことや、11月からのインド訪問の話を聞き出しています。その中でジョージは、これまでの欧米中心の音楽ではなく、日本やインドのような世界のもっと違った音楽を取り入れていきたいと真摯に語っています。ジョージは主としてインド音楽を想定していたのかもしれませんが、日本体験がビートルズの音楽世界を広げたことは間違いないようです。この時の星川と一緒にいたカメラマンの長谷部光は、僕が一番印象に残っているのは、ジョンがたまに抜けてスタジオの奥の方で女の子と話してるから、星川さんに、あれ誰だろう、インド人かな、中国人みたいだね、と我々がそんな話をしてたら、それが小野陽子だったんだ。後で分かったんだけど、その時は全く分からなかった。僕は写真を撮っちゃまずいなとは思ったんだけど、隙を狙って1枚は撮ったんだ。そしたら小野陽子に再会した時、あなた、あの時写真撮ったでしょ、あれはジョンと知り合ったばかりの頃だから記念に1枚ちょうだいって言われたと語っています。まとめ、今回は日本人で初のビートルズとの単独会見を成功させ、ビートルズに最も近いジャーナリストとして知られている星川留美子さんの話を中心に、ビートルズと日本の関係について触れてみました。ポール・マッカートニーは、1966年にビートルズが初めて来日した時の印象がとても良かったことも大きく、大の親日家であることはファンの間ではよく知られています。アメリカで出版されているエクスクワイアという男性向けの雑誌のインタビューで、当時73歳だったポールにアメリカ人の記者が、あなたには富も名声ももう必要ないことは明らかです、なぜ毎年わざわざ遠い日本まで出向いてコンサートを開催するのですか、と尋ねました。ポールは、理由は2つある、それが好きだから、そしてそれが私の仕事だからだ、あとは観客だよ、彼らは私が歌うと信じられないくらい温かい反応を返してくれるんだ、この称賛なんだよ、これが嫌いな人なんていないだろ、驚きだよ、と答えています。私たち日本人はビートルズから大きな影響を受けていますが、ビートルズもまた日本や日本人から少なからず影響を受けたのではないでしょうか。さまざまなエピソードや歴史に思いを馳せながら、改めてビートルズを聞いてみてはいかがでしょうか。今後もこのチャンネルではビートルズに関する曲の紹介やメンバーのエピソードなどを発信していこうと思っていますので、動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。